島の先端、紺碧の海にせり出す六甲崎。夜明けの海に聞こえるのは波の音と風の音。最果ての地にポツンと佇む白の灯台が今日の主人公です。金沢から来るとやっぱり遠いですよね。でも何か惹かれるんですよね。国連の世界農業遺産に認定されている奥能登の里山里海。最も先端の珠洲には自然に寄り添う素朴な暮らしが根付いています。8月4日珠洲市役所、川口さんはある人を待っていました。こんにちは。波久さんですか。はい、川口沙織です。よろしくお願いします。川口さんが待ち合わせしていたこの男性は日本ロマンチスト協会会長の波久勝則さんです。はい、よろしくお願いします。はじめまして、はい、日本ロマンチスト協会の波久勝と申します。はい、よろしくお願いします。失礼します。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。波久勝さんがはるばる珠洲まで来たのは、のろしの六甲崎灯台を恋する灯台に認定したからでした。恋する灯台の町認定証、六甲崎灯台、石川県珠洲市殿。灯台がある六甲崎は能登半島の最北端に位置し、外浦と内浦の接点にあたる場所だ。この岬には海から昇る朝日と海に沈む夕日が見られるという壮大な仕掛けがある。世界の始まりと終わりが同じ場所で続く、まさに永遠の恋を願うにふさわしいロマンティックなスポットだ。六甲崎灯台を恋する灯台、石川県珠洲市を恋する灯台の町としてここに認定いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また多くの方々がですね、はい、お越しいただいて、はい、にぎわいも、はい、生まれますように、はい、願っております。いや、ちょうど珠洲は9月3日から10月22日にかけまして、奥能登国際芸術祭を開催しますよね。はいはい、本当に岬巡りですよ。珠洲一円にアートが展開されますので、はいはい、でここにまた灯台がっていうことになりますので、非常にいいんではないかな。いいですね。その日の午後、波久勝さんと川口リポーターは恋する灯台に認定されたのろしの六甲崎灯台に向かいました。さすがに息切れてきました。大変ですか。大変です。だってこんなに登ったんですよ。眺めるとすごいですね。すごいですよ。でもこの難所を愛の難所を登り切って、はい、灯台の明かりというのは、はい、船がこう道に迷わないように照らしているんですけど、あの一人はどうも、はい、愛し合うカフカの男女がですね、はい、未来に迷わないように照らしているらしいです。あ、そんな素敵な話があるんですね。そういうことらしいです。いいですね。ロマンチックな話をしながら長い坂道を登り切った2人。そしてやっと来た。近くで見ると違いますね。そうですね。やっぱあと海が、もし仮に写真で撮るときに海が入ってるか入ってないかも違うので、やっぱ灯台の表情って違うなと思います。あとこの石造りの灯台って結構珍しいんですよね。なんか可愛いですね。そうですね、ろうそく型じゃない灯台が可愛いですよね。恋する灯台を思いついたきっかけを教えてください。はいはい、もしあそこに2人しかいなくて、で今この世界の果てに君と僕しかいないっていうこの雰囲気ってすごいロマンティックじゃないですか。そうですね。しかもなんかこう愛のモニュメントが立ってるっていう感じがすごいロマンティックだなと思ってたんです。いや、なんでロマンティックですね。はい、なんでずっとやりたいなと思ってたところに日本財団さんから灯台にちょっと人が訪れるような企画を一緒にっていう話をいただいたので、もうこれしかないなと思ったんですよ。なのでちょっと積年の計画をですね、実現できてる感じです。夕方から夜にかけて六甲崎灯台の風景は一変します。海に沈む夕日は本当にロマンチック。まさに恋する灯台にふさわしいところですね。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。